はい、こんばんは。スタジオリバーサイドへようこそ。ギタリストシンガーソングライターの竹下敦です。本日のサウンドチェックはこちら。ズーム社提供、ズーム G2Y の F の4番まで来ました。HW クランチですね。はい、ちなみに、ズーム社 G2Y の F はこんな感じです。はい、マルチエフェクターですね。はい、便利です。いろんな音が出ます。はい、経済的に余裕があったら買ったらいいんじゃないでしょうか。はい、僕はあまり詳しくないのでよく合ってないですが、はい、ギターを手にしたらですね、6弦3フレットからスケール練習です。はい、まずはスケール練習です。ゆっくり考えてましょう。中指で押さえます。はい、次のアクションに移りやすくするためですね。はい、全く同じ音して2オクターブ奏でられます。加工してみましょう。はい、最初はこれがですね、繋がらなくても全く何の問題もありません。これ中指に入れ替える。こうすることで2オクターブをスムーズに奏でることができます。となります。慣れてきたら3オクターブにチャレンジしてみましょう。はい、加工してみましょう。ですね、1弦も6弦も E であるという、こと、西尾智也さん、ギタリスト西尾智也さんのアイディアから、私が、作ってみました。これを繰り返すことで、人差し指、中指、薬指、小指がバラバラに動くようにね、どうしてももともと指というのはバランスとして、人差し指と中指が強くて薬指と小指が弱いんですね。特に私の場合、小指が短いので、こういう練習、一つ一つと指をバラバラに動かす。こういう練習をしておくとですね、要するにギタリストの手になっていくんですね。はい、すぐにはなりません。はい、それなりに時間かかりますが、やれば必ず効果が出ますので、ぜひおすすめです。ここからちょっと面白くなります。はい、Em、D、C、D の循環コード、クソ真面目に練習しましょう。はい、タミズまで解き明かせないなので、ちゃんと練習してきちっとやってみましょう。ワン、ツー、ワン、ツとなります。これを、分散和音アルペジオにしてみましょう。5、4、3弦のアルペジオです。ゆっくり丁寧に奏でましょう。このアルペジオうまく弾けなくてイラってきたらですね、と奏でてギターっていいなってうっとりしましょう。はい、次にですね、4、3、2弦のアルペジオに進んでみましょう。4弦の方が物理的に細いので、
より繊細なタッチの、ピッキングが必要です。ゆっくり丁寧に奏でましょう。ですね、やっぱりギターっていうと、学んでいきましょう。誰とも聞いていなかったとしても、例えるならですね、エブリトルスイングの伊藤一郎さんがかっこいいギターソロ弾いてる最中にワンワンの生放送で映されるのは持田小林さんの笑顔です。それ以外に女性の笑顔には魅力があって、男性が弾くギターソロには、あまり魅力は誰も感じないと思っても過言ではないでしょう。それでもめげずに、男子ギターリストは頑張ってギターソロを学んでいきましょう。課題曲、そしてファイナルカウントダウンです。これいろんな要素が含まれてるね、練習になります。頑張って実際に調してみましょう。となります。オリジナル曲ですね。重要なお話です。ギターを奏でる際ですね、指と弦が離れている時間、これを短くしましょう。なるべく、大きくこう指を動かすのではなく、スルスルスルっとね、弦の上を這うように、指使いしましょう。はい、肩息をして七弦山の虫で広島の胸を簡単にしたものです。練習すれば誰にも弾きます。はい、最後のところですね、と奏でてもとピッキングしてもとしつこくしても、それはあなたの自由です。なぜならあなたが弾くギターソロだからです。意外と誰も聞いてません。細かい違いは、ほとんどのリスナーにとってはどうでもいいことです。はい、イングエマルムスティンが、スイープだと言えばスイープじゃないと言えばスイープじゃないですし、イングエがどんなフレーズを弾いたとしてもそれはイングエなので、あなたが思っているよりもあなたの弾いたギターは意外と人はいいなと思うものです。はい、こちらのテンポです。現在私はですね、横浜にございますシアミュージック横浜でエレキギターとアコースティックギターの講師もさせていただいております。ありがとうございます。はい、この仕事が決まらなかったらニューヨークに飛ばされるとこでした。はい、日本に残れてよかったと心から思っております。横浜シアミュージックはですね、総合的な音楽学校です。ボーカル特に強いです。そしてドラム、そしてベース、
そしてピアノ、そして話し方、そして DTM、まあ、いわゆるスタジオ1とかですね、私はスタジオ1、プレサウンドスタジオ1を愛用しておりますが、などをですね、学べる総合的な音楽学校です。私をご指名いただければ幸いですが、あまりこれ以上生徒さんを増やしたいとは思っておりません。今いる生徒さんをとても大切にしたいと思っておりますので、はい、というわけで、4日もシャミジックでお会いできることを楽しみにしております。ギタリストでシンガーソングライターの竹下達でした。それではまたお会いいたしましょう。